皆様、こんにちは。冬波と申します。今日も元気に三国志大戦、やっていきます。よろしくお願いします。今回は、よふわら、お使います、と武法です。お相手のデッキ確認。V 馬長、最近多いですね。このカード、ハマると最高に楽しいからな。個人的には理解が入っているのがいいねです。ささやかな幸せだけで、十分なのだけど。今回もトシちゃんは大活躍ですよ。呂布もそうだが、他のわらにも注目だぜ。対戦、よろしくお願いします。もう端の二人は見てませんからね。調教師はともかく、陣乱はもうずっとこれだよな。はい、端攻めだけが生きがいなんですかね。次から、迅速向上、も覚醒させちゃいます。ところで、また2マスに出ていないようだが。ガバですね、カードを横向きにすればいいって、視聴者から教えてもらったのに。次から絶対やれよ、絶対だぞ。彼は復活持ち、砲力込みで23秒で帰ってきます。そういうカード好きだよなお前な。橋攻め戦線はこんなところですね。次は伏兵タイムでございます。1枚目はスーちゃん。不用意に手の内を晒した。2枚目はコネおじさん。めちゃくちゃにしてやる。消えてしまいます。あらやだ、長老が理解にめちゃくちゃに。おい、しっかり呂布以外で処理できてるじゃないか。基本的には彼らが通した道を通るように、動かしていましたからね。うまくいってよかったです。今回も立ちるもんだとばかり。とまず、開幕は内乱を取ります。法政、お前ちょっとこっち来い。制裁リンタでぶっ飛ばしてやる。それは違う法政だぞ。内乱取れましたね。素晴らしいですよ。よくわらとは詰まるところ、こういうカスダメを、コツコツ積み重ねて勝つタイプのデッキです。わらも含めて全員が主役だな。ガッテム。法政マイフレンド。さて、馬長が出てきてしまいました。体力が減ってるし、乱戦しても勝てそうにないぜ。ちょっとだけちょっかい出しつつ帰りましょう。トシちゃんを戻し忘れたのはガバだよな。当時はミスったと思ったのですが、彼女の乱戦のおかげで一方的に突撃できたのと、後ろの策を延命できたので、悪いことばかりでは、なかったんじゃないかなって。えらくポジティブだな。あ、でも確かに、馬長が兵力不十分で帰ってくれたな。はい、これで相当守りやすくなりましたよ。陣乱はやっぱり橋攻め、残りの藁は、呂布の体力が戻るまで修行します。陣乱の橋攻めが実った。根こそぎ奪おうぜ。え、強くね。彼、実は特技向上も持っているんですよ。アンコモンカードとは思えない鬼スペックだな。レアカード以外も光るものを持っていますよね。私がこのゲームで好きなところです。今の突撃はさすがに無茶だろ。突撃が無茶だったことより、不用意に策破壊を許したことの方が痛いです。わら舞台で策を守るべきだったよな。私が未熟だったわ。さて、そろそろ頃合いか。はい、お相手の対象が動き出しますよ。さあ、ここからが本番です。獅子に抗う者よ。金馬長の武勇を知れ。ちなみに、このデッキに対抗策はあるのか？二つあります。一つは出がかりを天下無双で潰す方法。もう一つは体力が減ったところを、スーちゃんの誘惑で捕まえるという方法。なるほど。だがお前の場合、こういう事前に用意した対策は、不発に終わることが多いよな。そうなんですよね。なので今回も、なんやかんや時間切れを待つという、非常にネガティブな方法を取ることになるかと。と言いつつ、無双は使うんだな。はい。ただこれ、ミスですよ。まあ確かに馬長を取れそうには見えないな。いやそうじゃなくて、飛ぶ方向を間違えました。おーい。何してんだお前。仕方ないので、槍を避け仕方なくねえ。理解に八つ当たりします。むむむ。これはひどい。あとは法政を縛いて、泣きながら帰りましょう。唯一良かったのは、馬長が無双を警戒して、ラインを下げてくれたことですかね。縄文に入られて理解使われて殴られ続けるとか、一番嫌なパターンだったからな。さすがにここまで強くなってしまうともう勝てません。一旦目的を抑制軍に切り替えます。いい迎撃が入ったな。当然まぐれです。ついでに誘惑しちゃいましょう。今だけは目標を忘れて、この音色を聞いてください。この誘惑いるか？ V 突撃での回復を阻止しつつ、呂布で一発突撃を入れられます。というのは建前で？実は誘惑の効果時間を覚えていなくて、馬長相手なら効果終了直前くらいまで、止められるだろうと思っていたんですよ。そんな最強契約あってたまるか。誘惑の甲斐なく、馬長は縄文に、そしてこれを守るために結局呂布を消耗させる形になってしまいましたよ。呂布も激切れだな。勉強不足にも程があるぞ。許してください。
とまずここは全力で馬長の工場を阻止しましょう。お相手が突撃マウントにシフトしなくてよかったな。はい、ここで禁断を橋攻めさせているため、地上には槍部隊はゼロ、突撃し放題でした。本来であれば、ここでは縄文に銀ちゃんを入れて、馬長は突撃でマウントするというのが、お相手のデッキのコンセプトだったと思うのだが。はい、そうしなかった理由は不明ですが、ひとまず、されなくてよかったということで。さて、ここからはこのわずかなリードを、守りつつ広げつつという戦いになります。やることはこれまでと変わらないよな。はい、ただこの辺ちょっと飛行回路がパンクしていて、舞台の出し方が大変雑でございます。お相手の指揮は溢れ気味、宝具も温存しているぞ。ただ、こちらにも宝具が残っていますからね。お相手が残りの指揮をどう使うかは不明ですが、一番あり得るのは、落雷、で力を落とされてから、進行の助けで馬長を強化、その馬長を対象に、銀ちゃんが目覚めるというルートでしょうか。もしそのルートを取られたらどうするんだ？その時は再起を使って力を復活、天下無双、火でマウント部隊を処理しつつ、残り数カウントを竜巻で守る。ですかね。なるほど。果たしてそううまくいくかな。あ、すいません、さっきの電話なしで。獅子に抗う者よ、金馬町の武勇を知れ。正解は V の再発動だったな。進行の助けは制圧状況で武力が変動するので確実に目覚められるルートを取ったのでしょう。そういうことなら受けて立ちましょう。この戦い、我に勝機あり。今度はちゃんと飛べたな。はい、ひとまず乱戦で槍部隊を取ります。突撃なんて怖くてできんな。イブザクトリー、やるぞ。いいね。緊急のおかげで効果時間が2カウント伸びています。馬長は槍が守っているのでやっぱり理解に突撃です。理解、今日は薬味だな。いいぞ。そしてそのまま向上しちゃいましょう。守りは藁部隊でできるという判断か。ところで、藁部隊が全員城で放置されていたのは力の操作で必死だったのと、この後の守りを重視しての行動ですが、せっかく再起なんだから上場次第は力のお供をしておけばよかったよな。壁突撃もできたかもしれないぞ。その通りです。お相手の宝具も腐り気味なのか、リリースの低いですかね。力はもう戻す気ないしな。暴風の道術のための式が足りないので式玉で補います。地味に策復活も美味しいな。ただそれでも竜巻に必要な式が足りないぞ。そうですね、やはり式を25を使うのは大変なことなんですね。一気に攻めるのよ。ただ竜巻は残り数カウントでも使えば強い計略なので、そのあたりは低いです。確かにこのままだと藁部隊は全滅して残り数カウントで逆転ということもあるからな。はい、何はともあれこれで終わりです。道の入り口開けちゃいます。というわけで、なんとか守り切りましたが、まだまだデッキの研究が足りんな。はい、亡霊デッキとは違った戦術、戦略が求められます。これまた使い込みが大事です。こじ開けよう。今度、飛ばない方も試してみますかね。似たように見えてかなり違うカードだからな。対戦、ありがとうございました。普段使ってる亡霊デッキとは趣が違うので、使っててとても楽しいです。やっぱり欲は対戦の花だからな。ご視聴、ありがとうございました。